池上通信機のテレビカメラで撮影を行う日本放送協会のスタッフ。プロダクトセンター、池上通信機株式会社は日本の業務用放送機器、通信機器メーカー。当初一部上場。本社は東京都大田区池上で1946年に斉藤君正が創立。ビデオカメラやモニター、伝送機器などの放送業務用機器が主力。 他にセキュリティカメラ、医療用カメラ、錠剤検査装置を製造する。放送用機器はエミー賞を4回受賞するなど、世界的に評価されている。かつては、両替機なども製造した。2007年7月に、放送用映像制作、編集システム事業の強化を目的として東芝と資本提携する。その後、同社が、 発行済み株式の20.0%を保有し、東芝の関連会社になった。その後は2013年に自己株式取得を目的として、東芝の保有する大部分を買収した。ちなみに、任天堂のアーケードゲーム、ドンキーコングの基盤プログラミングを行ったことでも知られるの開発を行うこととなった。詳しくは、当該項目参照。かつては、 福島県や石川県など主に、北日本の地域の放送局で当社の企業イメージ、CM を放送していたこともあった。エミー賞4回、ありがとうございます。